余ったご飯は夜地域猫たちのご飯に再利用します。このじゃん、美味しいですか。よいしょ。のんびりするためにリラックスのミルクティーとかではなくって、もう本当にエンジンかけるために糖分まず体に入れて、蜂蜜がちょっと入った方がコクが出て美味しい気がしますね。今日は風邪っぽい処方のハーブティーを入れます。キナセアは免疫力を上げてくれるハーブ、エルダーフラワーは発汗熱を上げてくれるハーブ、リコリスは喉の痛みによく効きます。豆茶は副鼻腔炎、鼻づまりの効能があるので、あったかいのを一日に何回も飲むためにもうこういう容器に入れちゃいます。洗顔は石鹸教室の先生をしていたりするんですけど、この自作の石鹸で洗顔を毎朝していきます。で、泡立てネットがあった方がよくこういう風にモコモコっと泡が立ってくれるので、手作り石鹸を使っている方はぜひこのネット一緒に使った方がすごく気持ちよく洗えると思います。100回ぐらいはこうやってモコ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 してるかな。軽く引っ張る。ハトムギで作ったジェルです。やっぱり冬はすごく乾燥するので保湿をする意味と、あとハトムギすごく美容にねいいので、両方の意味で。少し水がたまるまで待ちます。手作り石鹸と同じような感じで作られている液体の石鹸の洗剤ですね。これとか、あとうちは瓶がこっちが
セスキ炭酸ソーダがこっちに入ってて、で、すすぎ用のクエン酸がここに入ってます。こういうものが大好きで、主人によく捨てろって言われますね。空き瓶いらないだろうって言われますね。で、よく溶かさないと、セスキ炭酸ソーダはシミ抜きだけじゃなくて色柄の色を抜いてしまうこともあるので、必ずよく2つを混ぜるように1回止めて混ぜていきます。まだ洗濯物が入ってない状態で少し混ぜてあげる。だいたい混ざったかなと思ったら洗濯物を入れる。練りチーク、クリームチークを最近作って使ってます。